ピンポン。ポイポイ。ポイポイ。チャンネル登録してね。とっても暗くて不気味な夜のこと。友達のウィリアムがいなくなっちゃった。さっきまでここにいたのに、僕が少し離れた隙にいなくなっちゃった。ウィリアムの代わりに残っていたのはこの地図だけ。ウィリアムは預かった。見つけることができるかな。頑張りたまえ。ブクブクアはとんがりの塔、ぐるぐる渦巻き、それから真っ暗な場所で待ってるぞ。ハロウィンのお化けがウィリアムを連れて行っちゃった。ブクブクアはとんがりの塔、ぐるぐる渦巻き、それと真っ暗な場所を探そう。これがブクブクアワなの？わあ、大きな魔女の大きな釜にブクブクアワが入ってる。とっても暑いよ。大きな魔女に見つかったらスープの中に入れられちゃう。ここから逃げよう。お化けはどこだ、お化けはどこだ、待っててね。ウィリアム、勇気を出して探しに行こう。まあ、スープにぴったりの材料を見つけたよ。みんな、助けて。どのキャンディーにすればいいか決められないよ。まずは赤いキャンディーにしよう。わかった、石を投げて石の橋を作ろう。わーい、できた。わかった、次は緑のキャンディーね。よし、風車の力で飛んでみよう。ベイビーシャークどこだ。ここにはいない。ベイビーシャーク、寝ておいで。ベイビーシャーク見つからないぞ。絶対に捕まらない。ああ、目が回る。逃げられたね。ん？おお、ピンクのキャンディーをもらえたよ。これ大好き。ウィリアムを探しにとんがりの塔に行こう。怖いよ。とんがりの塔はヴァンパイアのお家なの？どうしよう、ヴァンパイアはベイビーシャークの血が好きなんだ。そうだ、ヴァンパイアが寝ている間にこっそり通り抜けよう。お化けはどこだ、お化けはどこだ、待っててね。ウィリアム、勇気を出して探しに行こう。わあ、ヴァンパイアが起きちゃった。どこからか美味しそうな匂いがするな。この匂いはベイビーシャーク、美味しそう。わあ、怖いよ。みんな助けて。もう一度眠ってもらわなきゃ。目隠しをした方がいいかな。あー、どうしよう。黄色いかぼちゃを使おう。ケーキ？あー、僕の匂いをケーキの匂いにするんだ。いいね。甘い匂い。これはケーキの匂いかな。この匂いはケーキじゃないぞ。これはベイビーシャークの匂いだ。みんな、他の方法も教えて。次は青いかぼちゃを使おう。わかった、貝殻でヴァンパイアの目隠しをしよう。ベイビーシャークどこだ、ここにはいない。ベイビーシャーク出ておいで。ベイビーシャーク見つからないぞ。絶対に捕まらない。あー、捕まっちゃう。
そうだ、赤いカボチャを使おう。そうだね、ヴァンパイアは太陽が怖いんだ。太陽、助けて。ベイビーシャーク、見つけたぞ。ああ、なんだ、太陽の光。ああ、お家に戻らなきゃ。ああ、ベイビーシャークはお家にいないよ。ありがとう、みんな。もうちょっとでヴァンパイアシャークになるところだった。お？オレンジのかぼちゃがもらえたよ。それじゃ、ぐるぐる渦巻きに行こう。あー、太陽の光は嫌だよ。ぐるぐる渦巻きはゾンビ村のこと？本当にあるなんて知らなかった。ん？これは何？注意！ゾンビに噛まれるとみんなゾンビになってしまいます。今すぐここから離れてください。ゾンビになりたくなければ。わあ、とっても怖いよ。でもここには誰もいないみたい。静かに進んでみよう。お化けはどこだ、お化けはどこだ、待っててね。ベイビーシャークどこだ？ここにはいない。ベイビーシャーク出ておいで。ベイビーシャーク見つからないぞ。絶対に捕まらない。ゾンビタコが倒れた。次はゾンビアザラシを倒そう。ゾンビ街は怖いな。みんな時間がないよ。早く選ぼう。あ、紫の骸骨にしよう。わかった。バスケットボールをゾンビ街の口に当てよう。えい。わーい、一回でできたよ。これでゾンビ村から脱出できたね。わー、青い骸骨がもらえたよ。次が最後だね。暗い場所に行ってみよう。わあ、暗い場所ってお化け屋敷のことだったんだ。ベイビーシャーク、ウィリアム、よかった。ここから出よう。会いたかったよ。急いでついてきて。あれ、ここにはたくさんのお化けがいるの。早く泳いで逃げよう。ベイビーシャーク、お化けを倒すにはハロウィンのアイテムが必要なんだよ。わかった、さっき手に入れたアイテムを使おう。えい。うわぁ、お化けが消えた。よし、次はかぼちゃ。えい。ああ、大盛りがたくさん。まだまだついてくるよ。これはどうかな、ゾンビがいく。ゾンビ骸骨？ベイビーシャーク、一体どんな冒険をしてきたの？ウィリアムを助けるために頑張ったんだよ。もうすぐお家に着くね。本当にありがとう、ベイビーシャーク。でも、ベイビーシャーク、僕が本当のウィリアムだと思う。わあ、トリックオアトリート、冗談だよ。あー、びっくりしたよ、ウィリアム。ベイビーシャークとお友達のみんな、助けてくれてありがとう。みんな、また一緒に冒険してくれる？みんなに会える日を楽しみにしてるね。バイバイ。みんな、楽しかった？もっといろんなゲームがピンキッズプラスで楽しめるよ。今すぐ無料体験してみよう。